豆大福の予定がマロンなロールケーキになりました。税込み420円だったので今時にしてはお手頃価格ですが、ラーメン1000円の壁と同様に立ちはだかる、ケーキ800円の壁を突破する日はそう遠くないかもしれませんね。コバッチョ発見。わかりやすくなってましたね。自宅なのでしっかり舐めましたが、フィルムは舐めても難点の葉は食べません。